にちは。巨大玄関が起こる町なの。それでは一言お祈りしていきます。愛する天の父様、今日私たちをこの場所に集めてくださったことをありがとうございます。これからのこのメッセージを豊かに主が導き、またこのものにおいても語るべき言葉を語れるように主が助けてください。この時を感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日のですね、御言葉を開いていきたいと思います。ちょっと前に書くので、皆さんは自分の聖書がある人は自分で開いてください。今日は箴言、旧約か新約か分かります？旧約、そう、箴言の3章5節から6節をちょっとね、開けてみてください。なんで書いてあるの？なんとか尽くして死に求める。なんとかのため、なんとか、なんとかの頼めかじゃない、飲めつぶれつぶれよ。あ、最後の2文字飲めよ。飲む。ページが分かる人はね、教えてあげてください。何ページが分かりますか？ピーちゃん、聖書は？なし。聖書の愛書。じゃあ前見て視聴者に。じゃあサルム君が聞けたらみんなで一緒に読もうかな。そうだ、俺のだ。俺のことをすっかり忘れてた。まやさんちゃんも。何ページか教えてあげて。しゅんちゃん何ページ？この六か1060ページだって。さんちゃん。オッケーですか？じゃあ一緒に読みます。箴言の3章5節から6節、せーの。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ちょっと復習をします。10月に入ってある人物がもうすでに3人で、2人ですね、2人出てきています。みんなね、10月2日は運動会でいなかった人が多いんですけど、誰が出てきますか？勝った。負けた。10月の2日はそう、誰かさっき今もう言ったよ。そう、サムエル。この人のお仕事は、神様に与えられたお仕事は、神様の言葉を語る人。サムエル、サムエル。ああ、なんだっけ、待って待って、預言者。そう、預言者。爪を、私の爪を引っ張るの剥がれてしまう。で、先週は、先週は、痛かも。そう、サウル。ね、今日は残念。あれ違うな、サウル。ね、来週は、来週からね、ちょっとね、次の、そう、王様。ダビデ、ダビデ、ダビデ、ダビデ。
の王様なんです。イスラエル。で来週からはねダビデが長男ヨナタン言うんですけど、さっきね世界の終わりっていう賛美をしましたけど、あれは何を歌った歌か知ってますか？世界の終わりが来たヨナタンは死ぬ。そう、それなんだけど、本当はイスラエルのことをお話、あの賛美に歌詞に載せた曲です。でどんな風に書かれてるかっていうと、いろんな問題があって、いろんな戦いがイスラエルにありますよ。その歴史もね話してるんです、ここでは。でイスラエルっていう国は神の国なんです。神の国、神様の特別な国なので、ね、今までどんな歴史だったかっていうと、神様の国だから特別に守られては来てるんだけど、いろんな、これ読める？戦い、そう、戦い、戦争がね、何回も何回も繰り返されてきたのがイスラエルという国で、その都度神の国だから神様が助けてくださって勝利が与えられて、でまた戦争があった時に神様が助けられてねっていう、そのそれがね歴史なんです、イスラエルの。で神様の国だから真本当の王様はダビデ、あ神様そう神様なんだけど、神様なんだけど、みんなね目に見える王様が欲しいの、人って。神様って目に見えないでしょ。誰が来たの？でそれが先週の話、サウルが来た、来た、そうね。で今日はねサウルさんの話なんですけど、サウルさんがどんな人だったかっていう、どういう働きをしたかを見るんです。ダビデなんてちょっと今回は今日の、ね、ワークブックではね1つの戦いしか書いてないんですけど、2つ例を挙げます。1つはヨナタンの娘、ペリシテ人とヨナタンはダビデのために死ぬんだ。ペリシテ人と戦った戦争で、もう1つはみんなね知ってるかな、アマレク、マレク、アマレク。でペリシテ人と戦う前にサムエルがねサウルにこう言ったの、まあ、預言者だったから神様からのね言葉を語る人なんだけど、7日間ギルガルっていうところ、ギムって何、ギルガルっていう場所があるんですけど、ギルガルで、あなたはサウルは待ちなさい、私を待ちなさい、サムエルをね。そしたらそこで神様に礼拝をする、その祭壇を作って、あの生贄を捧げるっていうその礼拝をして、さらに神様がサムエルに語るその言葉をもらって、サムエルがサウルにそれを伝えて、ペリシテ人と戦いをスタートさせなさいっていうのがね語られてたの。そしたらペリシテ人もねギルガルに来たので、イスラエルはね、イスラエル人は何人いたと思う、この時。100人え、100、今誰か3000。あーすごいね、なんで、なんでしてんの、3000人いたの。うわめっちゃ多い。そう、めっちゃ多いでしょ、めっちゃ多いんだけど、ペリシテ人は一瞬で死んだ。まずね武器がすごかった。戦車って見たことある？見たことある。写真とかテレビとかで見たことある。それ戦車って何？戦う車。これが、そう3万、3万もあった。でさっきねサレム君が言ってた騎馬戦ってあるでしょ、運動会でやったでしょ。騎馬戦は本当は運動会では人を乗せるけど、本当は戦車とか馬車とか、そうそう、馬なんだけど、それ騎馬。じゃあ本当に馬買えばいいでしょ。騎馬ね、馬、戦う馬。これがいくついたと思う？5万6000。
もう下がってたのか。で、イスラエルはこれ人だけで3000億。で、ペリシテ人は人で、人はね、もう何人かわかる？1億。そんないなくない？それね、100人。数字で書かれてないの。なんて、たくさんって書かれてる。そう、たくさんっていう意味なんだけど、なんて聖書で書かれてるかっていうと、大勢。海辺の砂のように多い。いいやば。海ってさ、砂がちっちゃいのあるでしょ。とても数えられないよね。それぐらい人もいた。じゃあ1億人ぐらい。だから見た時に戦いはもうね、勝利は決まってたの。ちっちゃな目が。あのサウルの目から見て、とてもイスラエル人はペリシテ人に勝てないと思ったの。でいろいろ考えたの。でまずね、一つ働いてたから7日間はね待ったの。で7日間経ってサムエルが来たかっていうと来なかったの。そしたらイスラエル人3000人も3万の戦車と6000の騎馬ともう数えられない人を見た時にみんな恐れて逃げて隠れて、さらにはサウルもうダメ、マンナミリーダーダメって言い始めたの。そしたら今度はサウルが恐れちゃった。なぜ見てるんです。だってリーダーなのに下からいろいろ言われると結構プレッシャーでしょ。でサウルもいろいろ考えて神様に言われていたことを破ったの。7日間は待ったの。でも神様なぜ見てるんです。でサウルが本当はサムエルがやるはずの祭壇を築いて生贄を捧げて、それから戦争をし始めようとしたときに誰が来た？サムエル。そう、まさにね、その時にサムエルが来たの。ひげはボーボーのサムエルかな。で、それを見たサムエルは怒ったの。で、サムエルが怒ったっていうよりも本当は誰が怒ったの？この命令をそう語ったのは神様なんです。神様がサムエルを通して、サウル、あなたは愚かなことをした。で、そこでごめんなさいって言えばよかったんだけど、いやいやいや、サムエルさん、私はね、7日間待ったんですよ。ね、遅かったのはあなたですよ。しかも、もうみんなこんな人に勝てないからって、もう兵士たちがみんな帰っちゃいます。言い訳をしちゃったんです。で次、今度はね、アマレク人との戦い。この時もね、神様がね、言葉を与えてくださったの。で、まずね、アマレク人を殺せっていう命令がね、もちろん戦争だから来るんだけど、家畜ってわかる？わかんない。家畜？そう、動物のことね。家畜ならわかる。動物、牛とか羊とかで、家畜、動物含め全部殺しなさいっていうのが神様の命令だった。で、イスラエル人はアマレク人に勝利したんです。でもね、サウルは家畜の中でも立派な良い動物だけちょっとね、自分のために取っておいた。で、サムエルはまたそれを見て言いに来たの。言いに来た時に、なんとサウルは、私は神様が語られたように殺しましたって嘘の報告を言った。そしたらね、べーとかね、もーとか聞こえてくるの。いないはずなの。あれって動物の声が聞こえるけど、これはどういうことですかってサムエルが言った時に、なんて言ったと思う？いやいや、これは私じゃありませんと、民が取っておいたんです。で、私はそれをいい動物たちを今ね、神様に捧げようとしたんです。で、またそう言い訳をしたの。最低じゃん。で、ペリシテ人の時もね、怒られて、もうあなたのね、王国はそんな長くはもう続きませんよって。で、2回目でしょ。しかも同じように言い訳をしたの。その時にサムエルは何て言ったかっていうと、あなたの 王様っていうこの位からもう退けますって。で、その時にまずいことをしたって初めて気づいたの、サウルは。でもね、ごめんなさいって言ったんだけど、でもいろんな民がいるでしょ、家来たちもいるでしょ。その人たちに
かっこ悪いでしょ、もうあなた王様じゃないですよって。だからかっこ悪いから今は勘弁してくださいってまた言っちゃったで、今回ね何を学んでいきたい、学んでほしいかっていうと、イエス様、あの神様はどの戦いにおいても言葉をまずくださったので、それで何を見てたかっていうと、もちろん勝利を与えるのは神様なんだけど、そこに立てられたサウルが神様の言葉に従うかどうかっていうのをここで試験してたんです。で2回とも落ちちゃったでね、神様に従うことっていうのはすごく大変かなと思うんだけど、本当は神様がその力を与えてくださるから、サウルもね祈ればよかったんです。まず神様により頼めばよかった。神様、私はちょっと逃げちゃうかもしれないので助けてくださいとか言って祈れば、神様がその力を、ね、まず与えてくださったはずなんです。でもそれをしないでみんな逃げちゃったから、いろいろ自分で考えて、もうサムエルも来ないから自分でやっちゃおうっていうふうに考えちゃった。でもう一つ、2回とも言い訳をしちゃったので、ね、聞き従いの歩みっていうのをしていくと失敗がやっぱりあるんです。人間だから、みんな弱いから失敗があるので、その時に、はあ、失敗しちゃったって言った時に神様にごめんなさいって悔い改めができるかどうか。ねえ、2回ともできなかったの。ねえ、ダビデもね、王様でしょ、ダビデもね、勝利勝利勝利を取っていったんだけど、その間にいっぱい失敗もしたので、この時はね、サムエルが来たけど、預言者ダビデはね、ヨナタンが預言者として立てられて、あなたは今こういう罪を犯しましたよねって言った時に、すぐにごめんなさいって、確かに私はもうこの罪を犯しましたって悔い改められて、悔い改めて、それですぐにね、神様ね許されたので、さらにダビデはダビデとしての王様の歩みをしていったんだけど、サムエルは神様により頼まないで、自分の罪も認めないでごめんなさいもできなかったから、最後は王様の立場を取り去られてしまった。で、今日のね、御言葉を見たいんですけれども、心を尽くして主により頼めっていうのは、もうね、神様は分かってるの、私たちがこの弱いものだっていうことを分かってるので、自分の悟りに頼るな、これはね、悟りっていうのは考えね、自分の考え、私たちね、脳みそがあるでしょ、脳みそ見たことある？ある！ある？私ね、手術室に行ったから脳みそを投げる実際のものも見たことあるし、触ったこともあるけど、で、考える力っていうのは神様によって与えられてるんだけど、神様の方に私たちがより頼むときに、私たちの力ではない考えが神様によって与えられる。そんなのもちっちゃいものですよってことを言ってます。で、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、主に信頼してきなさい、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。今回はね、サウルの失敗談なんです。だから主はあなたの道をまっすぐにされるはずだったのに、残念ながら自分の力により頼んでしまって、また神様のことを軽んじてしまったって言うんですかね、自分が王様になってしまっていた、神様の力を大事としなかったっていうことで、その王様っていう場所から退けられてしまいました。で、来週からそのダビデが登場します。で、ダビデも同じように弱い羊飼いだったしね、一番末っ子だったし弱い人で失敗もしたけど、神様により頼んでいったっていうのが、来週からね、ちょっとね、1ヶ月近くかけてね、学んできましたので、ぜひ学んでいきたいと思います。で、今日のポイントは、神様に語られたことは、最後まで従い通すということと、自分の力はないので、神様により頼んでいくということからを学んでいただければというふうに思います。それではお祈りします。愛する天のお父様、今日のこのメッセージの時をありがとうございます。これからのこのワークブックも主を導いてください。イエス様の名によってお願いします。アーメン。Thank you.
神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。